人は贈り物を無償で与えられた。それは永遠に最愛の終焉であり続ける。Hey.
ぶさに精霊が言葉を伝えるのを聖なる香りを習った唇の純粋さを許すまで人は贈り物を無償で与えられた。それは永遠に最愛の宿命であり続ける。最愛の宿命であり続ける。印象を待ってる。